それでは講義考える技術、書く技術、読む技術の第4回を始めたいと思います。まず今日の講義を始める前に今までの3回を簡単に復習しておきます。まず第1回で我々が学んだことというのは、人間は物事を理解するときに頭の中にピラミッド構造を作って理解していくということです。ですので何か物を書くとき、人が読んでそれを理解しやすいようなものを書くときには、その書いてある文章自体をピラミッド構造にしていく、文書自体をピラミッド構造に基づいて書いていくという必要があります。でまたこの人が分かりやすい文章を書くというのは、実は自分の頭の中で思考をまとめていくという行為そのものです。ですのでものを考える、そしてその考えたものを形にしていくという時には、考えていることを徐々にピラミッド構造にしていく、ピラミッド構造を作っていくということが必要になります。次に第2回ではそのピラミッド構造を作るための思考の道具立てというのを勉強しました。それがまず、その道具立て3つあったんですが、まず1つ目がイントロの構造です。2つ目が縦の関係、これはなぜなぜならば、なぜなぜならばというのを繰り返しながら思考を展開していくという方法でした。そして3つ目が横の関係、これは演繹と機能という論理関係を使って物事から結論を導いていく、もしくはメッセージを導いていくという方法でした。そして第3回では、前回ですね、第3回ではそれらの道具立てを使って実際にピラミッドを作っていく方法、ピラミッドの作り方というのを勉強しました。でここではトップダウン、そしてボトムダウンと2つの方法でピラミッドを作っていくことができるということを勉強しました。そして今回第4回では実際に導入部分、イントロを作りながらピラミッドを作る方法というのを考えていきたいと思います。で具体的には導入部分の作り方を4つのパターンに分けて分析していきます。この導入部分というのは一見その論文であればイントロダクションだけに見えるんですが、今日見ていく中で徐々にこれが実は論文の構造そのもの、論文のすべての部分ですね、結果でもディスカッションでも結論でもすべてがこの導入部分と同じように、同じようなピラミッド構造を持っていくということが分かると思います。ですのでこの導入部分しっかり、理解して、パターンもきちんと理解して作れるようになれば、実は論文のそれぞれのパートというのはきちんと作れるようになるということも分かってくると思います。それでは、早速本日の内容に入っていきたいと思います。で先ほどご説明したように、本日話をするのは導入部をどういうふうに構成していくのか、それを4つのパターンに分けて考えるということです。ですのでまず最初に、そもそも導入部というのはどういう構造を持っていたのかと、今まで勉強したところですね、これの復習をしておきたいと思います。復習ということで、まず導入部の構造です。導入部の構造、これ、今までも何度も何度も出てきているので、もう覚えてしまっている人も多いと思います。導入部というのは大きく3つの、ブロックに分けて考えることができます。まず1つ目が状況でしたね。状況、これは英語ではシチュエーションという言い方をします。で、2つ目が複雑化、コンプリケーションです。複雑化、コンプリケーション。で、最後が疑問、クエスチョンです。この頭文字を取ってこの講義の中ではよく、SCQ という、SCQ 構造と言い方をしていたこともあるので覚えている人もいるかと思います。で、この3つというの、ここまでがずっと説明しているように導入部ですね、イントロです。で、このイントロで出てくる最後のこの疑問、これに答えるのが本文です。本文ではこの疑問に答えることになります。論文の本文ということですね、とかレポートの本文、でもこの疑問に答えることになりますということです。つまりアンサーということですね。
ここから先は、本文ですということです。で、ではじゃあそもそもこういうふうな論文とかレポート全体の構造というのを考えたときに、全体の構造というのはこのイントロプラス、本文の構造、この全体の構造というのを考えたときに、そもそもどうしてイントロを書くのかと、我々どうしてイントロが必要なのかというところがポイントなわけです。なのでそもそも導入部分どうして書くのかという導入部分の目的ですね。でそれは、ここです。これこの疑問を植え付けるために書くのがイントロです。この疑問を読者に植え付ける、読み手に植え付けるということです。植え付けるというとちょっとなんかえげつない言い方な気がするんですが、もうちょっとマイルドな言い方をすると、読者に読み手と同じ疑問を持ってもらうと、そのために書くのがイントロダクションだということです。ではそれを意識して、つまりイントロの目的が読者の意識を書き手と同じにするものだと、するということだというのを意識した上で、じゃあどういうイントロがいいイントロなのかというのを考えてみたいと思います。良いイントロ、導入部を書くためのポイントです。3つのポイントですね。3つのとつけておきましょう。まず導入部では知識を読者に与えるのではなく、知識を思い起こさせるという、それが目的だということを意識してください。導入部では、これはもう書かなくていいかな、知識を与えるのではなく、思い起こさせる、これが一つ目のポイントです。実際には特に初学者が論文を読む時なんかっていうのはイントロで知識を得る、つまりイントロが知識を読者に与えるということはあるんですが、あくまでも書いている方の意識としては、新たな知識を読者に与えるのではなく、こういうことがありましたよねというのを思い起こさせるというのがポイントになるわけです。でこれは、どうしてこういう話が出てくるのかというと、今まで既に勉強していたところであったように、イントロを構成するためにはその内容というのは全て読者が納得して受け入れられるものでなければならない。イントロを構成する情報というのは全て読者が納得できるものでないといけないというのがあったと思います。ですので新たな情報を与えて読者がこれ本当なのといちいち考えるよりは、考えるのではなくて、あくまでもこういうことでいいですよねというのを互いに確認していく、読者と書き手の間で確認していく、そこに限定して知識を与えていくべきだと、与えていくではないですね、知識を思い起こしていくべきだということです。で次に、導入部に何を記述するべきなのか、導入部に入れるべきこと、入れない方がいいことというのをどうやって選ぶのかということです。導入部に何を入れるのか、これは必要なものを入れましょうということなんですが、それだけでは当然判断できないですよね。ですのでそこをそこというのはこの内容を導入部に入れるべきか入れなくていいのかというのを判断するためのいいチェック法があります。それがこの質問を自分自身にしてみることです。なぜ読者はそれを知るべきなのか、もし皆さんがイントロの中に書こうとしている情報が本当にきちんとイントロの中に書かれるべき情報だということであれば、きちんと皆さんはこの質問に答えられるはずです。どうして読者はその今皆さんが書こうとしている情報というのがを、皆さんが書こうとしている情報をどうして読者は知るべきなのか、
で、これにきちんと答えられるんであれば、それはやっぱ入れるべき情報ということですね。イントロの中で触れるべき情報で、それに答えられないのであれば、ちょっとそれ本当にいるのかなというのを考え直して、考え直してみた方がいい情報ということになるわけです。で、3番目のポイント、これは、何度も出てきましたが、導入部は先ほども書いたところですね。導入部は SCQ シチュエーションコンプリケーション、クエスチョンというストーリー構成にするということです。では、次に状況、複雑化でクエスチョン、疑問ですね、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョンと、この3つ、それぞれについて、実はこのコンプリケーションとクエスチョンというのはまとめてその後議論していくことになるんですが、一個一個ポイントを見ていきたいと思います。で、実はこの SCQ の組み合わせが4つのパターンに分類できますよというのが今日の肝になってくるわけです。で、まず、一つ独立して議論できる部分として、状況、シチュエーションからいきましょう。まず、最初に皆さんに意識してほしいのは、状況を書く目的です。イントロの状況部分の目的って言い方をしてもいいかなということです。で、これは状況を何のために書くかというと、読み手の頭の中を特定の状況に釘付けにするためです。つまりこれは、読み手が今いる場所というのを書き手と同じ場所に持っていく、つまり読み手と書き手を同じ出発地点に置くということです。で、次にこの状況、これを書くときのルールというのが2つあります。こういうふうに書きましょう。このルールは守って書きましょうというのが2つあります。まず、状況というのは主題に関する記述から始めます。主題、トピック、テーマですね。主題に関する記述から始める。で、ただしここで、皆さんに立ち止まって考えてほしいのは、そもそも主題は分かっていますかということです。というと、割と多くの人が、いやそんな分かってないわけないじゃないですかと思うかもしれないんですが、多くの場合分かっているつもりになっているだけという場合があります。つもりではなく本当に分かっていますか。で、ここに関するポイントが、前回ですね、前回の講義でやったボトムアップでピラミッドを作っていくという話でした。そもそも主題というのは、意外と曖昧にしか我々書き手というのは分かっていないと。で、そこで、ポイントを構成していく、ポイントを組み分けていく中で主題を見つけていくというのがボトムアップ法でした。またトップダウン法の中でも、そもそも主題が分かっていない場合には一旦そこを飛ばしてトップダウンの構成を考えて、主題を明確に見つけましょうと。そしてその主題が他の部分と矛盾がないかどうかというのをダブルチェックしていきましょうという話をしたと思います。ですので、
主題というのは必ずしも皆さん分かっている、書き始めた段階で分かっているものではないので、きちんとピラミッドを構成して、それから書き始めると。でただ一旦書き始めたら状況というのは必ず主題に関する記述から始めましょうということです。でこの主題に、関する記述から始めましょうというところですね、というのはおそらく前回の、初心者向けの注意の中でも関連したことが出てきたんじゃないかなと思う、出てきたんじゃないかなと思います。で、次ですね、2つ目のポイント、ルール2です。これは読み手が合意できること、これを使って書きましょうということです。これは、読み手が合意できることっていうのは内容的にはだいたい2つぐらいあります。一つが読み手がすでに知っていることです。読み手がすでに知っていること。でもう一つが、一般的に受け入れられていることです。でさらに言えば特に技術論文なんかの時には読み手が合意できて、すでに知っていること、一般的に受け入れられることというののほとんどは参考文献を引用することができます。ですので実際に非常にフォーマルな論文でこういうことを主張するときにはきちんと参考文献を一個一個つけてその主張の根拠も示していくということも大切になってきます。で、次にこの、状況プラス複雑化プラス疑問というイントロの3つの構造、構造ですね、3つの要素からできるイントロの構造、これのパターンが4つありますよという話をしたいと思います。でこの今日の講義ではこの4つのパターンに分けて、イントロの構成というのを考えていくことになります。なんで、状況、これは1個、先ほど個別に議論したところです。で次に複雑化と疑問というのを議論するんですが、この、複雑化と疑問を議論するにあたってイントロ全体を4つのパターンに分けて考えていきます。なんでここが実は今日の講義の基本的な構造 を示している。この板書がこの、今日の講義の基本的な論理構造を示しているということになると思います。でじゃあ4つの状況を考えていきましょう。まずこの4つの状況というのはあくまでも、あ、すみません、4つのパターンですね、4つのパターンというのはあくまでもシチュエーション、コンプリケーション、複雑化ですね、コンプリケーションでクエスチョン、疑問、この組み合わせです。なんで表にして考えていきましょう。で、まず真っ先に皆さんが想像しやすいパターン4つあるんですが、まず、その中の分類の中では2番目のパターンですねというのを書いていきたいと思います。真っ先に皆さんが想像しやすいパターン、何か問題がありますよと、その解決方法を知っていますというパターンです。なのでこれパターン2です。これは、問題があるというパターン、問題があります、何か問題が起こりました、問題があります、起こりましたね、ありますということです。でそれが状況です。でその我々は解決法を知っています、で、ちょっとこれ最初聞くとあれと思うかもしれないんですが、解決法、問題があるというのはもうみんな状況として受け入れられるところだということですね、読者の。でその上で我々だけが知っていて、こういうふうになので読者からするとこういう状況が新たに生起したんですよと、その話を聞くと、そうなの、そういう新しい情報、知りませんでした
ということは状況変わったんですね。つまり複雑化が起こったんですねというふうに感じるのが、例えば解決法、我々はその解決法を知っていますという情報です。それが複雑化になります。でその場合、じゃあそれに対応した疑問は何なのかというと、これです。その解決法、それをどのように実行するのか。ということです。これが、よくあるパターンですね。開発報告とか、特に技術系の論文で、僕の意識では特に初期、プロジェクトの初期であるパターンというのがこれです。まず問題がありました。あります。それの解決を我々は知っています。もしくは解決法を作りましたというパターンもそうですね。で、それをじゃあどのように実行するのか、どういうふうに、実現していくのかという開発自体を報告していく。でそれがこの、パターン2、我々この分類ではパターン2という、問題があり解決法を知っていてその実行方法を示すというタイプです。で次、もう少し似たパターンでパターン3、その解決方法を検証するというパターンがあります。でこの時状況は同じです。まず問題があります。で解決方法が提案されました。解決法が提案された。これ実はイントロとしてはこのパターン2と非常に、ここまでは近くなるんですね。解決方法を知っています、それが何なのかというのを記述する。で、一方でこのパターン3ではこうこうこうやれば解決できると我々は考えましたということです。なのでここで疑問になっているここの答えのところまで含めてこっちの複雑化に入れてしまっているというパターンなんです。なんでプロジェクトとか研究の段階としてはこの2よりも進んだ状態で出てくるのが3というふうに考えていいと思います。でじゃあこの問題があって解決方法が提案されました。でこの時疑問は一体何なのか、その解決法、それは正しいのかという、これが疑問になります。なので、パターン、この2つのパターンですね、2と3というのはどう違うのか、一言で区別していくとすると、1番目のこのパターン2という方です。この上の方はそれをどのように実行するのか、つまりこれは開発報告なんですね。それに対して、パターン3、こちらは検証研究ということになります。検証報告、つまりこういう方法を提案しました。でそれが実際に有効かどうかをきちんと検証します。僕別の言い方でこれよくすることがあるんですが、スタディ報告、検証スタディの報告という言い方もします。でこれがちょっと分かりにくいところなんですが、いわゆる作ったらできましたというタイプの研究がこれです。でただもう少しプロジェクト、研究プロジェクトを進んでいくと、その開発自体スタディとしてもっと完成したものになってきます。なので開発を超えてその開発した内容をきちんと検証するというスタディ段階まで入ります。そうするとこちらの3の検証報告というパターンに入りますということです。でなのでこの2つ、パターン2というパターン3というのが、典型的な研究論文の構成ということになります。で特にこちらが開発報告で、こちらの3というのはスタディ報告、もう少し先の応用研究なんかでも出てくる、基礎の装置を作りましたというのがこれで、それを使って実際にそれが例えば疾患の検出に使えることを証明しましたというような話はこの3のパターンになるということです。で科学文書、技術文書というのを考えたときに、その この2つのパターンの手前のパターンというのがあります。でそれがパターン1ですね。これが、まず状況からいきましょう。状況はしなければならないことがあると、しなければいけないことがある
これが状況です。で、複雑化というのはしなければいけないことがあるのにそれを妨げるものがあるということです。妨げがある、もしくは妨げが起きましたということです。で、ではどうすればいいのか。何をすべきなのかというパターンです。で、このパターン実際皆さんが研究やっていて研究論文を書くというのではあまり出てこないかもしれないんですが、実はこれ研究提案のパターンなんですね。世の中にはこういうことをしないといけない需要がありますと。で、ところがそれがうまく、解決できない状況があります。状況、この場合の状況は複雑化ということですね。それがうまく、解決できない理由がありますと。で、じゃあどうしたらいいのか我々は提案いたしますという、構成です。つまりこれは研究提案と研究企画ということになります。で、さらに言えば、この2番こちらも含めて実は研究提案に使うんですね。なんでこの1番というのは研究提案に使うパターンで、3番というのは検証スタディの報告、なんで研究報告に使うパターンです。で、この2番というのは両方に使うんですよ。1つ、としてはこういうふうに実行すればいいですよというふうに未来形で書けばこれは研究提案になります。で、一方でこのようにして実行しましたというのであればそれは開発報告になるということです。なので上から下に行くに従って徐々に研究の初期の段階から最終的な段階に近づいていくということになります。で、その上で4番目ですね。この4番目じゃあ先ほどの説明だと上から徐々に研究が進んでいったので4番目もっと先なのかと思うかもしれないんですが、そうではありません。4番目というのはあまり外部には出さないタイプの、文書、技術文書というのがあります。それがこのパターンです。まず見ていきましょう。まず状況としては何かをやりました、行動を取りましたと。ところがうまくいきませんでしたというパターンです。で、なぜ効果がなかったのか。なんでこれ敗因分析、失敗分析なんですね。で、こんなの役に立つのと思うかもしれないんですが、実はこれやってみたらできなかったというの自体が情報なんですよ。まずそこから、一つはこのパターンはもうやっても意味がないというのが分かってきます。で、次にここを分析していくと実はかなり多くの場合、これですね、こっちのパターン1、2というふうにもしくは3に移行していくことができます。なので必ずしもこの4の状態だけで報告されるということは あったりなかったりなんですが、この4自体を報告することにも意味があると。で、そこを報告に基づいてみんなで議論していく中で1とか2とか3に移行していく可能性が生まれてきます。で、じゃあこれどういうところで報告するのかというと、典型的には内部報告です。内部レポートですね。例えば研究室の中で毎週やってるような進捗ミーティングなんかで報告するという意味ではこの4というのは非常に意味があります。また、この研究自体にものすごく大きなコストがかかっている場合っていうのはこのうまくいかなかったというレポート自体を世間に公表して情報として使ってもらうということもあります。例えば臨床治験、薬の臨床治験なんかでかなり大規模にやってみ、見たんですが効果は見られませんでした、治療効果は見られませんでしたっていうようなパターンもこの、パターン4になるわけです。で、その上でなぜ効果がなかったのかというのを分析するというのがこの、パターン4のパターンですね。で、それをさらに他の人たちが読んで、じゃあ次何をしないといけないのか、で、それに基づいて何かをしました、で、その結果、効果が出たのか出なかったのかというのでパターン 1,2,3 に移行していくということが起こるわけです。これはただ、さっきの説明ではこれはただこの技術文書、特定の技術文書の外の、社会全体の研究プロジェクトとして起こるということです。で、一つこれ書き忘れたのでここに書いておきましょう。これは、パターン1ですね。これは企画提案ですと。企画提案
書き忘れたのでここだけ書いておきます。では、実際にこのパターン、3プラス1ですね、この研究の、初期の段階から始まる1,2,3 プラス、ちょっと毛色の違ううまくいきませんでしたよというようなパターン、このパターン、それぞれ個別に検証していきたいと思います。まず、最初に議論するのが、しなければいけないことがある、どうすべきか、何をするべきかというパターン1です。パターン1、何をなすべきか、何をするべきか。で、ここではこのパターン1の導入部の目的というのを考えてみましょう。パターン1の導入部の目的は、読み手に疑問を植え付けるということです。何をなすべきか我々は考えないといけませんということですね。パターン1もう一回見てみましょう。しなければいけ、しなければいけないことがある。で、それに対する妨げがある。じゃあどうすればいいのか、何をなすべきか。なんで、読み手が納得して、確かにこれは考えないといけませんね、どうするか考えないといけませんねと納得してもらう必要があるということです。で、このパターンのイントロを書くときにやっておくといいなということがあります。それは、書き始める前に疑問と答え、複数の疑問と答えですね、疑問と複数の答えです。ということです。で、この、まず疑問、最初は、割と漠然としたものだと思うんですが、それに対してソリューションですね、答えを書き出してみます。で、さらにこれをもう一回見ながら、もう一回疑問というのをリファインしてみる。で、その上で答えを書き出してみる。それを繰り返していくことで、そもそも例えばこれが研究の企画書、提案書であれば、この研究が何を目的としたものなのかというのを自分自身でもはっきりさせることができると思います。で、これが実はこの講義自体が考える技術、書く技術、読む技術と、この3つ、同時に皆さんに伝えようとしているというところのポイントになってくるんですが、書くことはすなわち考えることなんですね。読み手が理解できるようにピラミッド構造を作りながら書くということは、そもそも自分自身が、自分自身の漠然と考えていること、もしくは今自分自身の周りに起こっている状況を、漠然と起こっている状況を理解していくというプロセスそのものです。なので自分自身、それは別の言い方をすれば、自分自身が、物事を理解して、その理解を作り出しているプロセスということになります。ですので、その企画自体を作っていくという意味でも、こういうふうに疑問と答えの書き出しをしながら、それをぐるぐる回して物を考えていくということが重要になるわけです。ガラン。では次のパターンいきましょう。パターン2、ちょっとスライド戻って確認しましょうね。パターン2というのはこれですね。まず状況としては何か問題がありますと。で、その解決法、を知っています。で、それをじゃあどのように実行するべきかをきちんと説明していきますということです。で、これは別の言い方をすると、How to を与えるというパターンですね。パターン2、開発報告。開発報告っていう言い方もしとこうかな。開発報告。これは、どのように実行すべきか。これは別の言い方をすれば、さっきちょっと言いましたが、How to を
与えるということになります。で、これは具体的にどういうところに気をつけて書いてくださいというよりは例を示してみたいと思います。でこのパターンの例一ついきますね。まず、シチュエーション状況を考えてみましょう。例えば我々の研究の例でいきます。眼科診断では、眼科診断のためにかな、眼科診断にはですね、眼科診断には非侵襲な、非侵襲というのは、サンプルを壊さないということですね。非侵襲な、これ襲うという字です、ちょっと書き直そうかな。非侵襲な断層イメージング装置イメージング法が必要であると。で、コンプリヘーション、コンプリケーション、そのような装置を作れます、作りました。では、どのようにして作ったのか、クエスチョンですね。作るのか作ったのか、これがイントロになります。でこの作るのかというのをこの後記述すれば、これは、研究提案ということになります。提案書です。で作ったのかというふうに書けば、これは開発報告ということになるわけです。開発報告ということになるわけです。いいかな。で、どんどんいきましょう。パターン3です。パターン3、もう一回やっぱりまたさっきの表に戻って復習するところから始めましょう。パターン3はパターン2と同じ状況から始めます。問題がありますと。でこの問題の解決方法が提案されましたということです。で、この提案された解決法が本当に正しい解決法なのかどうなのかを、考えてみたいと思いますということですね。問題があって解決方法が提案されました。それは本当に正しいのかというのが疑問です。でそれに答えを出していくのが論文本文ということになるわけです。じゃあパターン3いきましょう。パターン3、解決法は正しいのか。でこれ、さっきも説明しましたが、これが研究論文の2つ目のパターンで、僕個人的には研究論文というのは本来パターン2よりもパターン3を取るべきだというふうに思ってるんですが、それがこのパターンです。でちなみに先ほどのパターン2というのは、じゃあこれ研究論文じゃないんだとしたら何なんだというと、これはあくまでも技術報告とかテクニカルノートというふうに分類されるべきだというふうに僕自身は考えてます。ただ実際には技術の論文というのはこのパターン2というのを踏襲しているものも結構あるので、それ自体は全然問題ないと思います。ただやっぱり、研究どんどん進んできて良くなってくると、このパターン3にぜひ移行したいという感じですね。パターン3です。じゃあ見ていきましょう。で例えばこれも例で書いていきます。で多分ある程度、皆さんも研究進めている方ばかりなので、例を見ればなるほどこれがパターン3かというふうに分かると思います。でそれを自分自身のやっている研究に当てはめるとどうなるかなというふうに考えてもらえるのが一番いいんじゃないかなと思います。では例、状況、シチュエーション。例えば緑内障という病気があります。緑内障、これは
目の、周辺の視野がどんどん欠けていく病気ですね。でこの緑内障というのは日本の中途失明原因の第1位です。で、さらにこのシチュエーションもう一個あります。より初期の緑内障を発見する装置手法が必要であると。より初期の、緑内障を発見する必要があるというのところまでが状況です。で、この時じゃあコンプリケーション複雑化は何なのかというと、もう一回さっきの図復習してみようかな。問題がこの今議論しているのはこのパターンですね。問題があって、その解決法が提案されたというのが複雑化でした。じゃあ解決法を提案された、例えばこれどういうパターンなのかというのを見てやると、これは、例えば今提案されたと人ごとのように書きましたが、実際の研究の場合にはこういうパターンが多いです。工学部の研究、工学系でやる研究の場合にこういうパターンが多いです。我々はそのための新しい装置を開発した。で、このコンプリケーションに対応するクエスチョンなので、もう一回また復習しますね。問題があって解決方法が提案されました。で、その解決方法が正しいのかというのがこのパターンでの疑問でした。ということはここでのクエスチョンというのは、その装置は本当に診断に有効なのかというのが疑問ということになるわけです。その装置は本当に緑内障診断に有用なのか、有効なのか。ということになるわけです。いいかな。なんで、この場合には実はこのパターン2と似てるんですが、このパターン2のもう少し先のパターンなんですね。でパターン3もう一回見ていきます。緑内障診断は日本の中途失明原因の第1である。より初期の緑内障を発見する必要がある。これがファクト1、2です。シチュエーション1、2ですね。で我々はそのための新しい装置を開発した。でここからその有用性はまだ検証されてないんですが、開発した内容を説明しますというふうになるとパターン2に行くこともあります。で、その上で開発した上で実際それが有効なことをきちんと証明 してそれを論文として報告しますという時にはこのパターン3になるということです。で、ものによっては、パターン2の論文をすっ飛ばしていきなりパターン3を書くこともあります。で、例えばこれ今だと本当に実際に医療で役に立ちましたという話を証明したので報告しますというパターンなんですが、もう少し細かいところで、例えば、この緑内障診断装置を作ることを目的として、その中で必要な位相安定化アルゴリズムを開発しました。で実際にそのアルゴリズムによって位相が安定されている、安定化させられたかどうかなど、安定化させられたかどうかを検証してその結果を報告しますというパターンもあるわけです。その場合はまだかなり開発の初期段階に見えるんですが、パターンとしてはこのパターン3になるわけです。で逆に、学会発表、中間的にやる学会発表なんかで、とりあえず開発したのでどういうふうにやったのかだけ説明しますという、でこういう結果が出ましたと。でただ実際にそれが本当にどこまで有効なのかどうか分かりませんっていう時にはこのパターン2になるわけですね。なんで、これはあくまでも開発報告とか中間報告としての学会発表と
というパターンが多いわけです。で、パターン3までいくと、もうそれが有効なことまで証明されている、それの報告の論文ということになるわけです。でもう一つこのパターン3というのは、使い方があります。例えば今我々この講義自体はもともとは生物移行学ということなので、ある医療機器を作ってそれが有効なのかどうかを証明しますという例でこれ説明したんですね。でただ実際にはもの自体は作らずにその有効性証明をしっかり研究としてやるというパターンがあります。例えばある新しい薬が開発されてそれが発売されたと、でそれが、実際にその病気に対して有効なのかどうか、発売されたってことも有効なんですね。じゃあちょっと変えましょう。ある薬が例えば緑内障に効く薬として発売されていました。それが例えば別の病気にも使えるというふうな仮説を我々は立てました。でその仮説が正しいかどうかを証明しますというパターンです。なんで、適用外で使用するときに実際その薬が有効なのかどうかっていうのを研究しますと、でその結果を報告しますっていうパターンですね。でその時には実際にその薬をその報告している人たちは開発しているわけではないんですね。でただそれ自体がきちんと研究になっていくというのはそれがパターン3だからということです。いいかな。なんでもう一つ、そうか、これ今僕自身ちょっと説明しててここ言っておくと面白いかなというのは今説明しながら気づいたんで、1個だけちょっと余談になるんですがリマインドしていきます。でこの講義、今日の講義はあくまでもイントロの書き方を説明してたんですね。ただすでにもう実際僕自身がここで説明しているのは研究自体をどう構成するか、でさらに出てきたデータ、実験なり何なりをしていて出てきたデータを我々がどう理解していくのかという話になってきているというのに気づいている人いるんじゃないかなと思います。つまりこういうふうにものを書くということはすなわちそれ、出てきた自分たちが行った研究自体を客観的に、距離を置いたところから理解し直すということにつながっていくわけです。でそれを実際にはそのデータを取る前に同じことをすればそれは研究企画という話になるし、研究を取った後にやればこういうふうに論文をまとめていくという話になります。でそれに基づいて研究の全体像というのは我々は初めてそこで理解して、でそれに基づいてじゃあ次何をしようというのを考えていくということで、実はこの書くというプロセスはすなわちそのまま考えるというプロセスになるということですね。でそこも今ちょっとこの話の流れから少し逸れてるんですが、この講義の目的そのものですので少しリマインドしておきました。では、続きいきましょう。このパターン分析の続きですね。次がまたパターン3です。ただパターン3のバリエーションですね。パターン3ダッシュにしておきましょう。どうやって実行するべきかという話の、違うかな、どうやって実行するべきか、いいんですね。パターン3のバリエーション、もう一回パターン3見てみます。パターン3っていうのは解決方法が提案されてそれが正しいかという話だったんですが、これのバリエーションでどうやって実行するべきかというのが出てきます。でどうやって実行するべきかというとパターン1じゃないかなと思うんですが、実際にはちょっと違います。どうやってというとちょっとやっぱ語弊があります。別の言い方しましょう。どれを実行するべきか、これはつまり選択肢からの選択ということです。選択肢の中から選び出すというパターンですね。これが、比較研究というパターンになるかなと思います。このパターン、このパターンもちょっと例を書いてみましょう。シチュエーション、ある病気、疾患 A としましょう。疾患 A の治療は重要である。で、コンプリケーション。その治療には2種類の薬があります。
で、クエスチョン、どちらを使うべきか。で、これに、本文で答えを出していくわけです。例えば、結論が B を選ぶべきだという結論だとします。薬 A、B というのがあって、A っていうとこれかぶっちゃいますね。じゃあ薬 B、C というのがあって、B を選ぶべきだというのが我々の結論だとします。で、そうすると、この理由というのを述べていくわけですね、本文の中では。そうか、まず一番上に書いちゃいましたけど、これが結論です。で、論文本体ではその理由を書いていきます。早く聞くから。C より早く聞くから。C より安いから。C より安価だから。で、C よりも実行しやすい、飲みやすいからと。もしくは処方しやすいから。というパターンですね。で、こういうふうに選択というのもパターン、3ダッシュということでパターン3のバリエーションとして考えることができます。いいかな。で、じゃあパターン、この、いろいろ出してきたパターン、最後のパターンいきましょう。パターン4ですね。少し毛色の違ったやつです。失敗分析。敗因分析、失敗分析です。これもさっきの表でもう一回復習しておきましょう。パターン4というのは、ある行動を取りました。ところが、効果がありませんでした。じゃあ、なぜ効果がなかったのかという疑問がある。で、それについて説明しますというのが、この4番目のパターンでした。パターン4、敗因分析です。でこれも、例でいきましょう。まず状況、シチュエーション。以前から画像の中に、例えば我々が装置を作ってそれで画像を撮ったとします。画像の中に、以前から画像の中にノイズがありました。でこのノイズを消すための、ノイズ除去フィルターを新しく開発しましたという例です。ノイズ除去フィルターを開発しましたという例です。で、コンプリケーション、コンプリケーション。ただ、ノイズは消えませんでした。なぜか。で、これに対して例えば本文ではノイズの周波数とフィルターの周波数がずれていたとか、フィルターが前提としてしていたノイズのモデルが間違っていたというようなことなんかを考察していくわけです。で、ただしこのパターン4というのをあまり見かけない理由というのは、もちろん例えば毎週毎週とか、毎月毎月自分の進捗を研究室の中で発表するっていう時にはこのパターン出てくるんですね。ただ、これレポートするタイミングによってはもう問題が解決していることもあります。もしくはこのうまくいかないというこれですね、消えなかった、ここに気づく前の時もあります。なので例えば、開発したこの段階でレポートすると、レポートすると、レポートするとするとこれはパターン1になるんですね。で、次にノイズが消えませんでした、そうか、開発しました。で、これもし、パターン1になる、もしくはその詳細を記述してパターン2になります。
あ、違いますね。ちょっと修正します。ちょっと混乱しました。少し修正します。以前から画像の中にノイズがありました。そしてこのノイズフィルターを開発しようという段階、ここで、書くときにはパターン1ということです。こういうことを考えていますというレポートですね。で、しました、ここまで来るとパターン2になります。で、実際やってみたらノイズが消えなかった、なぜ消えなかったのかっていうのがパターン4ですね。で、ここをただ分析した上で原因が分かったので、もう一回ここまで戻りました。で、その上でノイズ消えましたってなると、これはパターン3に変わるわけです。なので、敗因分析、失敗分析というのは内部のレポートとしては非常に意味があって、書くことよく多いと思います。ただ論文として出すときにはなかなかあんまり少ないパターンで、普通はパターン2かパターン3になるところまで繰り返してそこで書くということになるわけです。で、もしくはその研究自体、試してみたこと自体にものすごくコストがかかっていて、失敗したのまで含めて社会的にシェアしたいときというのも、このパターン、時はこのパターン4で実際論文まで書くということになるわけです。で、この、さっきちょっと社会的にシェアした方がいいという話が出てきたんですが、ここが実はそもそも科学技術文書とか論文をどうして書くのかという話につながってきて、これはこの講義のシリーズの後半で、このバーバラ・ミントの教科書を超えた部分をやっていこうと 思ってるんですが、そこでもう少し戻って詳細説明したいと思います。今は少し忘れてくださいということです。で、このパターン1から4まで見てきたんですが、少し番外編というのを入れたいと思います。このパターンの番外編ですね。パターンの番外編、進捗状況報告です。進捗状況の途中、中間報告と言ってもいいかな。で、進捗状況報告、つまりプログレスレポートですね。で、これも SCQ のパターンを例として示しておきたいと思います。まずシチュエーション、状況、我々は X という問題に対して作業をしてきました。で、コンプリケーション、複雑化です。で、予定では最初のチェックポイント は Y が該当するかどうか。確認することでした。 Y が該当するかどうかを判断することでした。そして今その判断ができるところまで来ました。で、じゃあその場合クエスチョンは何なのかというと、我々はこの最初のチェックポイントまでで何を発見したのか。最初のチェックポイントまでに何を発見したのか。で、それに基づいてどういう判断をしたのか。
いうことです。でこれが、番外編、進捗状況の報告ですね。で、ここまでイントロ導入部分の4つのパターンというのを見てきたんですが、これやっているともうだんだんあなるほどと思い出した人いるかなと思うんですが、実はこの疑問をどういうふうに設定するのかっていうところが、そもそも皆さんが書くレポートとか学会発表論文というのがどういう形になっていくかというのを決めるということです。で、ただこの疑問というのは全てこの複雑化状況というふうに密接に結びついています。なのでこれですね、この流れ、きちんと、流れというよりはこの構造ですね、この3つの関連の構造というのをきちんとまず最初にイントロの中で定義して、でそうするとそれに対してどう答えていくとかどう答えていくかというのが決まって、論文なり学会発表なりレポートなりの構成がそのまま決まってくるということです。でそれはちょっと前回も前回かな、前回前々回にイントロの疑問からまず、結論というのを出して、その結論からそれを構成するためのディスカッションと結果というのが決まって、その結果からさらに、その結果を得るための方法というのが決まってくるという話をしたと思います。そこをちょっと見直しておいてください。でなので、その前回前々回にやった疑問から本文の構成が決まるというところと、今日勉強したこのイントロの4つのパターンというのを組み合わせて考えると、実はそれだけで論文の構成というのはきちんと決まっていくということが分かってくるわけです。なので、たかがイントロされどイントロということで、ある意味イントロというのは、研究を形にしていく上でのもうほぼ全てが詰まっていると、ここが、決まると全てが決まってくるというふうに、理解していただいていいと思います。で、次このイントロに関連した次のポイント、4つのタイプ分類の次のポイントということですね。4つのタイプ分類のさらに先のポイントというのに入っていきたいと思います。ただ少し付加的なポイントです。このイントロというのを構成した後、疑問を、示した上でさらにイントロの中で示しておくといいおまけがあります。それがキーラインです。キーラインを、僕インディスペーパーセクションと呼んでるんですが、インディスペーパーパラグラフですね。これを最後にやっておくと、もうこの論文というのは読んでる方からすると非常に見通しのいい論文になると思います。で、まず、ここでポイントになるのがキーラインですね。キーワードです。キーライン。キーラインというのが今の議論のキーワードです。キーラインというのは、この論文がたどり着きたい答え、つまり結論、ここに至るまでの、非常に大まかな道筋です。大まかで、一番大きな、大まかではないです。一番大きな道筋です。ですので、ここには方法、どのようにして、その疑問に答えていくのか、で結果、例えば実験だったらやってみた結果何が得られたのか、でですので最終的にはこういうことを主張しますという結論ですね。なんでこれから本文の中で書いていくことの重要な部分をポンポンポンと一言ずつまとめて、最後皆さんをこういう道筋で、連れ回して最後ここにたどり着きますよというのを全体を示しておくということです。で、それが、その全体の構造そのものがキーラインと呼ばれるもので、それを例えばイントロであれば最後のパラグラフに示しておきます。往々にして、クエスチョンとくっつけられた、パラグラフになることが多いんですが、それが最後のパラグラフ、イントロの最後のパラグラフです。で、僕個人としてはこれをよく
インディスパラグラフセクションと、インディスペーパーパラグラフと、すいません、言い間違えました。インディスペーパーパラグラフというふうに呼んでます。で、それは、多分皆さん見たことのある方多いと思うんですが、論文のイントロの最後のパラグラフというのは、In this paper we did something という感じで、この論文の中で我々はこういうことをしますというふうな書き方、そこでそういうIn this paper という書き方で始まるパラグラフになることが多いんですね。それがイントロの、最後のパラグラフです。イントロの最後のパラグラフは In this paper で始まって、この論文で何をやっているのかというのを簡単に説明しているパターンが多い。なので、僕自身はそのパラグラフのことをインディスペーパーパラグラフと呼んでいて、そこでじゃあ一体何をやってるのか、このパラグラフ一体何をやってるのかというと、それはつまりキーラインを説明しているということです。で、このキーラインというのは文章の一番大きな構造で、我々がこれから論文を書く、我々が今書いている論文の中で使っている一番大きな論理構造ということです。いいかな。ではここまでが、今日のコアの部分です。で、その上で各論、また今日も各論いきましょう。皆さんがイントロを作るとき、そしてイントロを使うときに意識、しておくと便利なことです。まず、イントロの長さですね。導入部の長さはどれぐらいがいいのか。これはもう結論から言ってしまうと3パラグラフで済むのならそれがベストです。この3パラグラフというのはつまり、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、状況、複雑か疑問ということです。これが一個一個が独立したパラグラフになって、最後、疑問で、プラス先ほどの例で言えば、インディスペーパーパラグラフということで、キーラインをまとめるというのが、これが3番目ですね。で、疑問プラスキーライン。で、パラグラフ構成としては、これが1番目、2番目、3番目。で、この3番目にこのキーラインまで含めることもあれば、4番目として導入することもありますということです。で、つまり必要なことがきちんと必要なだけ書かれているのがベストの導入部ということになります。じゃあ今、自分たちがイントロダクションを書くときにこの情報を出すべきなのか出さないべきなのか迷ったときというのはどうすればいいのか。なんで迷ったらとりあえず入れちゃうというのはどんどんイントロが長くなってしまって見通しが悪くなっていくわけです。じゃあ迷ったとき入れる、その情報を入れるかどうかどう判断するのかというと、実はもうこの授業の中で1回出てきましたね。今日の授業の中で1回出てきたと思います。その時にはこういうふうに問いかけてみてください。なぜ読者はその情報を知っている必要があるのか、知る必要があるのか。これにきちんと答えられないときというのは、その情報はそもそもイントロで触れる必要がない可能性があるということです。で、逆にこれがきちんと説明できるということは、やっぱそれは入れた方がいい情報なんですね。ただ、その、なぜ読者はそれを知る必要があるのかというのにきちんと答えようとすると、実はこの、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョンというこのイントロの構成というのがきちんと固まっていないと答えることはできません。なので、この構成をしていくというのと、この疑問に答えるというのも、やっぱりループになって、こうぐる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 回りながら確認して作っていく。ちょっとずつ修正しながら作っていくということにはなると思います。で、次のポイントいきましょう。今日の各論、実はこれ今日の内容の最後のところなんですが、2つ目の各論ですね。各論文の中の各ポイント、ここにも導入部というのがあります。もしくは導入部があると分かりやすくなります。
で、この各ポイントというとちょっと分かりにくいんですが、これは大きさ的には各セクションとか、各サブセクション、いうぐらいの大きさのところです。つまりどういうことかというと、方法や結果で、もしくは議論、ディスカッション、アーギュメントですね、もう簡単な、短く簡単な SCQ、 ということです。なので、例えば結果を説明するにしても、なぜ今我々はこの結果を、取ろうとしているのかというのをきちんと説明していく、それが Q ですね、それを説明するということです。そのためには、一言で状況で、今回の場合ワンパラグラフを使って状況を説明するとかではなくて、もう本当に一言、文一個とかその半分ぐらいで状況で、コンプリケーションで、疑問、なぜ我々はこれを、このデータを計測したのか、もしくは、そこももう言い方としては飛ばしてしまって、以上の、何々という理由でこの結果を説明しますというふうに一言で書く。そうすると、SCQ 自体が1文とか2文で書けてしまうんですが、それがまず、結果だったら結果の冒頭にあった上で、その後詳細が説明してあるというふうになると非常に分かりやすくなるということです。なので、もう一回いきましょう。この冒頭に SCQ を説明する文があって、その後1パラグラフ、 2パラグラフで結果が、説明されていると。で、こういう状況があると非常に分かりやすいですよということです。で、これつまり、ちょっと複雑な話なんですが、どういうことなのかというと、そもそも論文というのが、つまり、イントロですね、方法、すいません、SCQ、シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョン、そしてそれに答えるアンサーという、この構造を入れ子的に何個も何個も持っているのが論文そのものの構造だということになるわけです。 SCQAこの A が本文でしたよね。ここまでがイントロです。これ本文です。この本文の中を拡大してみると、さらにこの中に、やっぱり S、C、Q、本文の、そうか、それぞれのキーポイントですね。それぞれのキーなんで、それぞれのセクションですね。それを拡大してみると、その中に S、C、Q、ちょっとバランス崩れました。直しましょう。それぞれの中に S、C、Q があって、で、A が記述されるという構造になっているということです。つまり、SCQA、SCQA というのが何段階にも入れ子になって全体の論文を構成している。で、じゃあなんでそういうふうな構成になっているのか、論文というのがなっていくのかというと、そもそも我々が物事を理解する、認識するときに SCQ というピラミッド構造、SCQA という構造を作りながら物事を理解していくからだということになるわけです。なので、我々がそもそも物事を理解するためには SCQA という構造を作る必要があると。で、さらに読者が論文の内容を理解するときにも、自然と SCQA という構造を頭の中で作ることになります。なので文章を書くときには SCQA という構造を守っていくという、必要がある。それによって読者が読みやすい論文が書けるということになるわけです。で、さらにもう一個言うと、もう一個言うと少し戻るんですが、 SCQA という構造を自分たちが作っていくことによって、自分自身の思考が進んでいくということになるわけです。なので、もう一回繰り返しになっちゃうんですが、この講義のテーマというのは、考える技術、書く技術、読む技術、この3つをあたかも説明しますという感じです、この講義スタートしたんですが、実際にはこの3つの技術というのは全て1つのものであるということにも気づいてくるわけです。それでは、この今日の講義の内容、これぐらいにしておいて、今日の課題を出したいと思います。今日の課題です。
今日の課題は、前回勉強したことと今回勉強したこと両方使ってもう一回自分の研究の、イントロを書いてみてくださいという課題です。で前回はトップダウンで書いてくださいということをやりましたよね。今回はボトムアップでいきましょう。で、ただステップを、ここでまとめておきます。まず1番目、自分の研究の、これが問1ですね。自分の研究の キーポイントをリストアップしてください。このキーポイントというのは、例えばですね、疑問、答え、あとは実際に、自分が実験の中で得られた結果で主張したいことなんかっていうのもここでリストアップしてみていいと思います。で、この段階で SCQ のパターン、今日習った SCQ のどのパターンになるのかなというのを意識してみてください。で、2番目で、この意識しながらこのキーポイント、上で挙げたキーポイントの関係を図示してください。でどういうふうに図示するのがいいかというのは皆さんのセンスに任せてみます。でただ、あまりにも漠然としているとちょっと分かりにくいと思うので、例えば結果1、何々が分かったっていうのがあったとします。で何々が重要と、例えばシチュエーションほにゃほにゃ、何々何々何々ってキーポイントがあったときに、この結果が得られるのは例えばこのメソッドからですと、あとはこれとこれは関連している、でこの2つは、因果関係があるというようなことを、考えていくわけです。さらにはこれはグループになっていますって囲ってみるのもいいと思います。なんでこういうふうに図示しながら、紙の上で図示しながら自分の持っているキーポイントの間柄というのを意識していくということをやってみてください。で3、この上の図から自分が主張したい結論を導いてください。いいかな。で、この結論が見つかったら、次にこの結論から上の、上の結論から大元の疑問、一番大きい疑問ですね、でこの大元の疑問というのは、前回そういう言葉を出したと思うんですが、メインサイエンティフィッククエスチョン、MSQ、メインサイエンティフィッククエスチョンということです。で、次、ここまで来たらステップ5です。MSQ、メインサイエンティフィッククエスチョンを意識して、ここから主題、この論文のそもそも主題は何なのかを見つけてください。でそうすると今主題とメインサイエンティフィッククエスチョン、S と Q が分かったと思います。でこの辺りでもう一回これですね、今日の SCQ のパターン意識してみてください。で意識した上で、主題と、主題と MSQ、 メインサイエンティフィッククエスチョン、つまりクエスチョンそのものですね、ここから複雑化を明確にすると。
で、最後以上をまとめて、あ、そうか、以上をまとめてイントロを書くと。というのが、今日のテーマです。で、ただ一つ言い忘れました。この6番ですね。主題とメインサイエンティフィッククエスチョンから複雑化を明確にというふうに書いたんですが、ここまで来たら、この SCQ のパターンというのがきちんと、そうか、このメインサイエンティフィッククエスチョンとこの結論というのがきちんと矛盾していないことの確認してください。で、次に主題とメインサイエンティフィッククエスチョンというのがきちんと矛盾していないかというのを確認する。で、それを見ながら全体のイントロの構成というのを何度か練り直してきちんとした形に収束させていくということをやってみてください。で、それができたら、簡単にイントロを書くと。で、実際あくまでもこれ簡単なレポートとして考えているので、出来はそんなに問いません。で、また長くなくてもいいと、なので、ある程度分かっている読者を想定してもいいです。で、ただパラグラフというのはできればうまく3つに分けて SCQ の構造を取るようにしてください。3つもしくは4つですね。SCQ でプラス、もしもう本当に自分今論文書いててここまで書けるというのであれば、SCQ にプラスしてキーポイント、キーラインですね、のインディスペーパーパラグラフというのも書いてもらって大丈夫です。それを3つ目にしても4つ目のパラグラフにしても独立させても大丈夫ですということです。いいかな。で、これ出し方なんですが、ここまでのところ1から6のところというのは僕は1回手書きでやってみてくださいというのを推奨しています。なんで普通に紙とかノートに書いて写真に撮って提出してください。で、7番のところはテキストファイルでもワードでも、テキストファイルもしくはワードにしようかなに書いて、添付で提出してくださいということです。ワードもしくは PDF でも大丈夫です。なんでこれは7番は電子ファイルで実際に書いて出してもらっても大丈夫です。で、この1から6というのは1回手書きでやってみて、それを写真に撮って提出してくださいということです。それでは、以上で第4回考える技術、書く技術、読む技術の第4回の講義を終わりたいと思います。